こんにちは、こんばんは、おはようございます、本日はですね、群馬県に来ております。群馬県の水上温泉に来ておりまして、先ほど谷川岳と土合駅に行ってきました。そして今からですね、日本一の道の駅と呼ばれている川場だっけな、なんとかかんとか川場みたいな名前の道の駅に行きます。そこでおそらくね、一つの動画分が出来上がるんじゃないかなと思っておりますので、そちらの道の駅でご飯を楽しみつつですね、探索もできたらいいなと思ってます。ここから約 3,40 分くらいで着きますので、天気いいでしょ、すごくドライブが楽しいんですよ。ドライブを楽しみたいと思いまーす。てい、あー廃墟だ、廃墟だ廃墟だよ。美しい人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめきをあなたに、この世に大切なのは愛し合うことだけと、あなたが教えてくれた。Google ナビに任せたらまた素晴らしい道を選んでくれました。そしてですね、何をもって全国1位かという話なんですけれども、じゃらんの道の駅グランプリみたいなのがありまして、それで何千人か対象にある一定の期間でアンケートを行った結果、群馬県のこの川場の道の駅が選ばれたそうですね。トータル的に見てなのかな、自然があったりだとか、ゆっくりできるとか、施設が綺麗だとか、まあそういうことだと思うんですけど、そのね、4位か何位かにね、伊東、静岡の伊東のマリンタウンもあったんですよ。で、自分が気軽に行ける距離、気軽でもないけど、行動範囲内に行ける距離が、まあこの川場とマリンタウンなので、ぜひ行ってみたいなと思って今回行くことにしました。もうあと20分ぐらいで着きます。到着しました、川場田園プラザさんです。すごく混んでます。では早速中に入ります。ざっと見た感じかなり広いですね。そして平日とは思えないほどの混雑ぶり。もう P7 ぐらいまであったから、もっとあるのかな、もうほとんど満車に近いぐらいでしたね。せせらぎがええですね、チャプチャプしたくなる。触っちゃおう、触ってしまいましょう。水きれいでしょ、ここだったら。あ、すっげえ冷て、すごく冷たい、飲める。お腹が空いたので、まずは最初に昼食でも食べますか。調べたところによるとですね、お蕎麦屋さんが今日休みっぽいんですよね。暑いから冷たい蕎麦食いたかったけど、何食べようか、ラーメンかな。お蕎麦屋さん、あ、やってねえや、やってねえや、残念だ。魅力的なレストランが多すぎて選びあぐねる。こちらも綺麗なレストラン。ほんと綺麗な道の駅だなこれは。よし、じゃあラーメンですかね。ラーメン食べます。
今回は中華そばを選びました。こんな本格的な中華そばが道の駅で食べれるだなんて。いただきます。ごちそうさまでした。美味しすぎた。改めてごちそうさまでした。うまかった。普通にどこかのラーメン屋さんで食べるくらいのクオリティのラーメンでした。さすがですね。それではこの後少しぶらつきますか。というか今は空いてますけど、さっきまでものすごく混雑してたんですよ。こんなに混んでる道の駅って初めてかもしれないな。ヨーグルト新販売とチーズか。あー飲みたかった。しかもね安いんですよ。飲むヨーグルト 150ml で140円で飲めたという。安いのか分かんないな。こちらが土産屋さんとかかな。あと体験教室とかずらーってあるんですよね。これどこまで続いてるんだ。まだ奥あるぞ。また洒落たイタリアンレストランがありました。道の駅の裏手にブルーベリー公園がありました。入園料は無料。ただブルーベリーの持ち出しはもちろん現金。え、園内でお召し上がりください。食べていいの？どういうこと？飲むヨーグルト中で買えますね。買っちゃおうかな。買おう。うわー、普段だったら絶対買わない飲むヨーグルト、雰囲気に負けて買ってしまいました。いただきます。濃厚だね。美味しいね。こういう楽しみ方いいわ。こちらのチーズのお店、先ほどありましたね。車が大人気。広いなここ。まだまだあるぞ。あ、ここもピザがあるのか。そしてあちらはなんだ、バーベキューっぽい。わからないな。でまだ奥がある。山賊焼き。山賊焼きで気になるのがあるんだよな。あれは同施設内なのか。ああ、まだ奥ある。マジか。奥あるわ。公園がありました、道の駅の裏側に。そして気になるのがあちらの滑り台。滑りたいわあれ。おそらく全体的に見終えたかな。まだゆっくりしようと思えば15分から30分ぐらい入れますね。お店の中にはまだ入れてないところもあるので。ただ、本日ですね、この後宿に宿泊しますので、そちらのチェックイン時間がだいぶ迫ってますので、この辺で、この道の駅を出ようと思います。プラザさん出ました。いかがでしたでしょうか。私はああいう道の駅初めてでしたね。もう綺麗すぎて、とにかく綺麗すぎて、こうなんだろう、道の駅ってどっかの目的地の休憩だとかついでに行くっていうイメージでしたけど、ここの場合立地的にも施設的にもここの道の駅自体が観光スポットみたいな感じもありましたね。またぜひゆっくり
この道の駅で過ごしてみたいなっていうふうに思いました。それではですね、本日宿泊する宿に向かいますので、今回の動画はまたここで切らせていただいて、また宿泊編をご覧いただけたら嬉しいです。概要欄 URL より、続きをご覧ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。到着しました。本日宿泊のコンフォートホテル前橋さんです。それではチェックインします。5時過ぎぐらいなんですけどね、先ほども言いましたが人がいない。ビール来ました。乾杯。いただきます。これ飲み干しちゃうわ一口で。